Microsoft Visual Studio は、Microsoftが開発、販売している統合開発環境である。Microsoft Windows オペレーティングシステム、Windows デバイスドライバー、Windows サービス、アプリケーションソフトウェア、ウェブサイト、ウェブアプリ、ウェブサービスなどの開発に使用されている。オプションとして用意されている、隠しコンポーネントを追加インストールすることで、Windows プラットフォーム以外にも、Linux や Android といった他、プラットフォーム向けアプリケーションのクロス開発も可能となっている。Visual Studio は Windows API、Net フレームワーク、.NET Core、UWP、Microsoft Silverlight などの Microsoft 製のソフトウェア開発プラットフォームやフレームワークを使用したソフトウェア開発を主にサポートする。C 言語や C のようにネイティブコードを生成する言語、C やVisual Basic、.NETのようにマネージコードを生成する言語、また C、CLI のように混在コードを生成する言語のコーディングやデバッグをサポートする。Visual Studio には、インテリセンスをサポートするコードエディターとコードリファクタリングツールが含まれている。統合デバッガーは、ソースレベルのデバッガーとマシンレベルのデバッガーの両方として動作する。その他のビルトインツールには、コードプロファイラー、GUI アプリケーション構築用デザイナー、ウェブデザイナー、クラスデザイナー、データベーススキーマデザイナーなどがある。ソース管理システムのサポートを追加したり、ドメイン固有言語用のエディターや、ビジュアルデザイナーなどの新しいツールセットを追加したり、ソフトウェア開発ライフサイクルの他の側面用のツールセットを追加したりと、ほぼすべてのレベルで機能を強化する。プラグインを受け入れることができる。Visual Studio は36の異なるプログラミング言語をサポートしており、コードエディターとデバッガーは言語固有のサービスが存在すれば、ほぼすべてのプログラミング言語をサポートすることができる。組み込みの標準サポート言語には C、C、C、CLI、CE、CX、Visual Basic、C、CLI、JavaScript、TypeScript、XML、XSLT、HTML、CSS がある。Python、IronPython、Ruby、Node、JS、M などの他の言語はプラグインでサポートされている。過去には J および J もサポートされていた。Visual Studio の各メジャーバージョンのサポート期間はそれぞれ10年である。最初の5年はメインストリームサポートで機能更新などが提供される。次の5年は延長サポートでセキュリティ修正のみが提供される。2021年3月現在、バージョン2015、2017、2019がメインストリームサポートの状態で、バージョン2012、2013が延長サポートの状態である。Visual Studio 2019における対応プログラミング言語は以下の通り。Visual Studio 2019における対応ターゲット OS は以下の通り。Visual Studio 2015以降では HTML5、JavaScript ベースの Apache Cordova やザマランによるモノベースの Android iOS 向けクロスプラットフォーム開発機能や Xcode プロジェクトの取り込みと Objective-C のサポートによるユニバーサル Windows プラットフォームアプリへの移植機能が強化されている。ザマランを使用した macOS 向けアプリケーションの開発には Visual Studio for Mac が必要となる。Visual Studio にはいくつかのエディションが用意されており、サポートされる機能及び価格やライセンス形態などが異なる。2014年11月12日に Visual Studio Community 2013が初めて公開された。プロフェッショナルエディション相当の機能を無償で利用可能だが、以下に該当するユーザー及び組織のみが対象となる。Visual Studio エンタープライズエディションは Visual Studio Net 2003まで及び Visual Studio 2015以降で提供されている。Visual Studio プロフェッショナルエディションは Visual Studio の主要開発機能や Visual Studio スタンダードには含まれていない。ネイティブアプリケーション開発の追加機能が含まれている。Microsoft Office の Word ドキュメントや Excel ワークブックを利用したオフィスアプリケーション開発用にVisual Studio Tools for Office Editionが提供されている。有料の MSDN 特典とサポートがセットとして含まれる製品として、Visual Studio Professional with MSDN Professional サブスクリプションが存在するが、通常の Visual Studio Professional Edition とは別の製品として提供されている。Visual Studio Test Professional Edition は Visual Studio 2010で新設されたエディションで、開発環境としての機能は含まれておらず、テストの実行とバージョン管理の機能のみが含まれている。Visual Studio 2005の各エディションの関係性エクスプレスビジュアルスタジオエクスプレスエディションはアドオンなど一部の機能を制限した統合開発環境を無償提供する製品でビジュアルスタジオ2005以降から提供されている。かつてはプログラミング言語ごとに提供されていたが2012以降はプラットフォームごとの統合製品のみが提供されている。エクスプレスエディションは2013を最後に廃止予定だったが、その後撤回され2017まで提供された。プレミアムビジュアルスタジオプレミアムエディションは、ビジュアルスタジオ2010から2013で提供されていた製品で、プロフェッショナルエディションのすべての機能に加えて、プロファイリングや分析、テストのための機能が含まれている。プレミアムエディションには、MSDN サブスクリプションが付属する。Visual Studio 2015以降はエンタープライズとなった。スタンダード Visual Studio スタンダードエディションは Visual Studio .NET 2003まではプログラミング言語ごとに提供された単体の製品であったが Visual Studio 2005では Visual Studio の主要機能を含む内容に変更された。以前までのプログラミング言語ごとの製品はエクスプレスエディションとしてVisual Studio 2005で新設された。すべてのプログラミング言語の対応、Visual、SourceCF との統合、Visual Studio Shell Control の対応、リファクタリング、クラスデザイナーなどの機能が含まれる。スタンダードエディションはVisual Studio 2008まで提供されていたが、Visual Studio 2010より廃止された。Visual Studio 2010では、Visual Studio 2005、2008スタンダードエディションから、Visual Studio 2010プロフェッショナルエディションへの移行アップグレードが提供された。チームシステム、Visual Studio テストスイートエディションは、Visual Studio 2005で途中から追加された。Visual Studio 2010で廃止され、アルティメットエディションに引き継がれた。大規模な開発チームにおいて、それぞれの異なる開発者の担当分野に沿う機能を、それぞれ特化した製品である。チームシステムには、以下のエディションがある。アルティメットビジュアルスタジオアルティメットエディションは、ビジュアルスタジオ2010から2013で提供されていた製品で、ビジュアルスタジオのすべての機能が含まれている。アルティメットエディションには、MSDN サブスクリプションが付属する。ビジュアルスタジオ2015以降は、エンタープライズとなった。Microsoft Office 同様、内部バージョン13は意味版のためスキップされている。Visual Studio 97の日本語版は1997年5月30日に発売された。Visual Studio 97は複数のプログラミング言語を単独の開発環境に統合しようというMicrosoft初の試みであり、実際 Visual Jインターデブと MSDN ライブラリーはデベロッパースタジオと呼ばれる同一の環境を使用した。しかし、Visual Basic と Visual C、Visual Fox Pro は統合されなかった。Visual Studio 97には Visual Basic 5.0 と Visual C 5.0、Visual J 1.1、Visual Fox Pro 5.0、Visual インターデブ、そしてMSDN ライブラリーが含まれていた。Visual Studio 97には、プロフェッショナルエディションとエンタープライズエディションの2つの製品が存在した。Visual Studio 6.0 の日本語版は1998年9月25日に発売された。構成製品のすべてのバージョン番号を統一した。マイクロソフトの長期目標はそのツールを一つの環境下に統合することであったが、このバージョンは実際には Visual Studio 97の他にもう一つの開発環境を含んでいた。Visual Basic と Visual Fox Pro が統合されていたのに対し、Visual J と Visual InterDev は Visual C などの開発環境から分離していた。Visual Studio 6.0 には、プロフェッショナルエディションとエンタープライズエディションの2つの製品が存在した。Visual Studio 6.0 サービスパック1は1998年、サービスパック2とサービスパック3は1999年、サービスパック4は2000年、サービスパック5は2001年、サービスパック6は2004年に公開された。Visual Studio Net 2002の日本語版は2002年3月22日に発売された。主なプラットフォームをネットフレームワーク 1.0 に移行し、ネット言語である C が含まれた。Visual J と Visual Basic もそれぞれ Visual J と Visual Basic Net に置き換わった。Visual Fox Pro のバンドルが終了した。Visual Studio Shell は部分的にネットを使用するように書き換えられ、すべての開発言語の開発環境が一つに統合された。Visual Studio Net 2002のエディションは、アカデミック、プロフェッショナル、エンタープライズデベロッパー、エンタープライズアーキテクトの4つの製品がある。Visual Studio Net 2002サービスパック1は2005年3月に公開された。Visual Studio Net 2003の日本語版は2003年6月25日に発売された。Visual Studio Net 2003はネットフレームワーク 1.1 に対応する。Visual Studio Net 2003はアカデミック、プロフェッショナル、エンタープライズデベロッパー、エンタープライズアーキテクトの4つの製品がある。エンタープライズアーキテクトは統一モデリング、言語ベースのアプリケーションアーキテクチャのビジュアルプレゼンテーションの作成に特化したMicrosoft Visioのモデリング技術の実装を含んでいる。より大きな開発チームのコーディングスタイル標準化とコンポーネント使用法やプロパティセッティングに関するポリシーの強制に役立つエンタープライズテンプレーツも導入された。Visual Studio Net 2003サービスパック1は2006年8月に公開された。Visual Studio 2005ベータにチームスイート、インストールディスク Visual Studio 2005の日本語版は2006年2月1日に発売された。前のバージョンまで製品名に付けられていた。ネットが削除された。Visual Studio 2005は、ジェネリクスなど、ネットフレームワーク 2.0 で追加された新仕様に対応する。ネイティブとマネージドの64ビットアプリケーション開発に対応した。一方、Windows 2000で利用可能な最後のバージョンとなり、Windows 98、Windows ME、Windows NT 4.0 を対象とする CE、アプリケーションを作成できる最後のバージョンとなった。また、内部バージョン番号は 8.0 だが、ファイル形式のバージョンは 9.0 となっている。Visual Studio 2005ではコードスニペットやスマートタグ、リファクタリング機能などのコード入力支援機能が追加された。Windows フォーム部品のレイアウト支援が強化され、自動的な間隔調整と部品のドッキング操作が追加された。その他の新機能として、実装前にアプリケーション設計を検証できる、デプロイメントデザイナー、ASP、Net 2.0 と統合された、Web パブリッシングの改善された、環境、アプリケーションのパフォーマンスを様々な種類のユーザー負荷の下で確認するための負荷テストを含んでいる。Visual Studio 2005のエディションは、エクスプレス、スタンダード、プロフェッショナル、ツールズフォーオフィス、チームシステムの5つの製品がある。ツールズフォーオフィスは、プロフェッショナルエディションに Microsoft Office の拡張を作成するためコンポーネントが追加された製品である。そのうち、チームシステムには、計5つの製品が存在する。また、チームエディションフォーソフトウェアテスターズを補完する、Visual Studio 2005チーム、テストロードエージェント、大規模チームでの開発をサポートする、Visual Studio 2005チームファンデーションサーバーも存在する。TFS には機能の一つとして、ソースコード管理があるが、TFS を使うほどではない中小規模チーム、または個人用にソースコード管理機能だけを持つソフトウェアとしてVisual Source Cef 2005がある。アカデミックエディションはスタンダードエディション相当の機能になっている。TFS 2005は2006年2月の Visual Studio 2005本体より少し遅れて2006年6月に発表された。ネットフレームワーク 3.0 の新機能、Windows プレゼンテーションファンデーションと Windows ワークフローファンデーションと Windows コミュニケーションファンデーションに対応するための Visual Studio 2005の機能拡張が開発されていたが Windows ワークフローファンデーション以外は対応中止となった。Visual Studio 2005サービスパック1は2006年12月に公開された。サービスパック1にはウェブアプリケーション開発の新機能と SQL サーバー2005コンパクトエディションのサポートが含まれた。ネイティブアプリケーション開発では Windows Vista から対応したセキュリティ機能アドレス、スペースレイアウトランドミザチオンに対応した。サービスパック1では Windows Vista の対応が行われなかったため Windows Vista 対応のためのアップデートプログラムが2007年3月7日に公開された。Visual Studio 2008の日本語版は2008年2月8日に発売された。Visual Studio 2008は、ネットフレームワーク 3.0 と、ネットフレームワーク 3.5 に新しく対応した。従来は利用できる。ネットフレームワークのバージョンが Visual Studio のバージョンによって決まっていたが、Visual Studio 2008では、プロジェクトの設定で対象。ネットフレームワーク 2.0、ネットフレームワーク 3.0、ネットフレームワーク 3.5 と切り替えが可能となった。Visual Studio 2008のエディションは、エクスプレス、スタンダード、プロフェッショナル、チームシステムの4つの製品がある。アカデミックエディションは、プロフェッショナルエディション相当の機能になっている。Visual Studio 2008サービスパック1は2008年8月11日に、公開された。サービスパック1には、タスクバーやタイトルバーのアイコンに Q の表示が追加された。ネットフレームワークの既存機能の改善、Web フォームデザイナーと Windows プレゼンテーションファンデーションデザイナー機能の強化が含まれた。その他、ASP、ネットの ASP、ネットダイナミックデータや、ネットフレームワーク 3.5 サービスパック1から提供された。ネットフレームワーク 3.5 クライアントプロフィールに対応した。ビジュアル C の C++0xtr1 ライブラリー対応及び MFC フィーチャーパックの追加も行われている。ビジュアルスタジオ2010の日本語版は2010年6月18日に発売された。ビジュアルスタジオ2010はネットフレームワーク4に対応する。Visual Studio 2008に引き続きプロジェクトの設定で対象。ネットフレームワーク 2.0、ネットフレームワーク 3.0、ネットフレームワーク 3.5、ネットフレームワーク4と切り替えが可能となっている。プログラミング言語としてCLIが追加された。Visual Studio Shell は Windows プレゼンテーションファンデーションで完全に作り直された。Crystal Reports を買収した SAP の方針により、Crystal Reports のバンドルを終了した。Visual Studio 2010は、エクスプレス、プロフェッショナル、プレミアム、アルティメットの4つの製品があり、スタンダードは廃止された。Visual Studio 2010サービスパック1は2011年3月10日に公開された。サービスパック1には、Visual Basic や Visual C 言語の新機能、ウェブデザイナー機能の HTML5、CSS3 の対応、SQL サーバーコンパクト 4.0 や EASE、Express の対応などが含まれた。Microsoft Visual Studio 2012ロゴ Visual Studio 2012は2012年9月12日に公開された。ネットフレームワーク 4.5 に対応しており、従来のバージョンにも切り替え可能。エディション構成は変更ないものの、エクスプレスエディションの構成は大きく変更された。前バージョンの Visual Studio 2010、エクスプレスエディションでは、デスクトップアプリケーション開発向けのエディションは、Visual C 2010 Express、Visual Basic 2010 Express、Visual C 2010 Express として言語別に提供されていたが、本バージョンでは Visual Studio Express 2012 for デスクトップに統合されることになった。また、Visual Studio Express 2012 for Web と Windows 8用のアプリケーションが開発可能な Visual Studio Express 2012 for Windows 8が提供された。開発環境としての対応オペレーティングシステムが Windows 7と Windows 8のみとなり、Windows Vista 以前のオペレーティングシステムでは最新のコア機能が存在しないため対応されない。Visual Studio Express 2012 for Windows Phone は10月30日に公開された。Windows Phone SDK 8.0 の一部として含まれる Express エディション以外の Visual Studio 2012がインストールされている場合にはアドオンとして機能するが、インストールされていない場合には単体の開発環境として機能する。主な変更点は、Windows 8アプリケーション開発へ対応したほか、ユーザーインターフェースの外観が Windows 8のデザインに合わせて変更され、非常に簡素なデザインに仕上がっている。また、同梱されている Windows SDK 8.0 には、これまで単独提供されていた DarkTex SDK が統合され、フルスペックの DarkTex アプリケーションを開発できるようになっている。また、Pix4。Windows の代替として、プロフェッショナル以上のエディションには、グラフィックスダイギーナスティックスが付属する。バージョン2010までは、IDE の正規表現検索、置換機能に Visual Studio 独自の文法を用いていたが、2012以降では、ネットベースの正規表現に変更された。その他、標準の Visual Studio マクロ機能は、バージョン2010までの提供で、2012では、廃止されている。アップデート1は2012年11月26日に、アップデート2は2013年4月4日に、アップデート3は2013年6月26日に、アップデート4は2013年11月23日に、アップデート5は2015年8月24日に公開された。Visual Studio 2013は2013年10月17日に、公開された。Windows 8.1、ネットフレームワーク 4.5、1対応など。このバージョンから Git を用いたバージョン管理に標準機能で対応した。2014年4月2日に公開されたアップデートに RC からTypeScript に標準で対応している。アップデート1は2014年1月20日に、アップデート2は2014年5月12日に、アップデート3は2014年8月4日に、アップデート4は2014年11月12日に、アップデート5は2015年7月20日に公開された。2014年11月13日には、無償版のコミュニティエディションが公開された。エクスプレスエディションと比較して、利用規約は厳しくなっているが、機能的には、プロフェッショナル版と同等である。Visual Studio 2015は2015年7月20日に公開された。実装された主要な新機能は以下の通り。ザマラン4、Visual Studio 自体は VS2013 でも利用できるが、VS2015 では Xcode プロジェクトの取り込みと Objective-C がサポートされるなど、機能面が強化されている。なお、Windows 10向けのユニバーサル Windows。プラットフォームアプリケーションを開発するには、2015年7月29日に Windows 10と共に公開された Windows SDK 10の正式版が必要となる。Visual Studio 2013同様に、プロフェッショナルエディションとほぼ同等の機能を持ちながら、無償で利用できるコミュニティエディションも提供されるが、2013コミュニティとは異なり2015コミュニティでは、コディレンズやTFS 連携などの一部機能がサポートされないなど、プロフェッショナルエディションとの差別化がなされている。アップデート1は2015年11月30日に公開された。C を IronPython や F のように対話環境でも利用できるようになる C、インタラクティブ及び C、スクリプト API が含まれるほか、機能や安定性などが強化された。ネットフレームワーク 4.6.1 などが組み込まれている。アップデートには2016年3月30日に公開された。Visual C コンパイラにおける C++11、C++14、C++17 機能の追加サポートやパフォーマンスの改善などが含まれる。アップデート3は2016年6月27日に公開された。アップデート2で問題だったメモリ消費量についての改善が含まれている。Microsoft Visual Studio 2017ロゴ Visual Studio 2017は2017年3月7日にバージョン 15.0 として公開された。Visual Studio 2017ではアップデートごとにマイナーバージョン番号が更新されている。Visual Studio 2019は2019年4月2日にバージョン 16.0 として公開された。C8.0 やインテラコド、クメイクのサポートなどが順次追加されている。バージョン管理、要件管理、プロジェクト管理、ビルド自動化、テスト自動化、リリース管理といった大規模チームでの開発プロジェクトに必要な機能をオンプレミスサーバーで提供する。チームファンデーションサービスと呼ばれていたが、2018年9月10日にブランディングを Azure DevOps サーバーに変更した。プロジェクト管理やソース管理などのソフトウェア、開発プロジェクトで必要な管理機能をクラウド上で提供する。Visual Studio チームサービスと呼ばれていたが、2018年9月10日にブランディングを Azure DevOps サービスに変更した。Visual Studio アプリケーションライフサイクルマネージメントは、アプリケーションライフサイクルマネジメントのために、Microsoft によって開発された統合ソフトウェア。開発ツール群である。クライアントソフトウェアの統合開発環境、サーバ、クラウドサービスから構成される。Visual Studio Alm は、チームベースの開発と共同作業、アジャイルプロジェクト管理、デバップス、ソース管理、パッケージング、継続的開発、自動テスト、リリース管理、継続的デリバリー、アプリとサービスのレポートツールをサポートしている。Visual Studio 2005と、Visual Studio 2008では、Microsoft Visual Studio チームシステムと呼ばれていたが、2009年10月、チームシステムは、Visual Studio 2010から、Visual Studio Alm に名称変更された。Visual Studio Lab マネージメントは、ソフトウェアテスターが仮想環境を作成及び管理するために、Microsoft によって開発された、ソフトウェア開発ツールである。ラボ管理は既存の Visual Studio アプリケーションライフサイケルマネージメントプラットフォームを拡張して統合されたハイパー V ベースのテストラボを可能する。Visual Studio 2012以降に含まれ Azure DevOps と SCVMM が統合された後にセットアップする。Microsoft Visual Studio Lightswitch は業務用アプリケーションを作成するのに特化された IDE である。生成したアプリケーションはすでに存在する。ネット技術及びマイクロソフトのプラットフォーム上で構築される。そのアプリケーションは多層アーキテクチャ対応である。ユーザーインターフェースはシルバーリット上で動作するロジック及びデータアクセスは WCFRIA サービス及びエンティティフレームワークで構築され、ASP.NET でホストされる。データストレージはMicrosoft SQL Server Express、Microsoft SQL Server 及び Microsoft SQL Azure でサポートされる。Lightswitch は Microsoft SharePoint を含む他のデータソースもサポートする。Lightswitch はエンティティとその間の関係及びスクリーン上の GUI のデザイン用にグラフィカルなデザイナーを含む。ビジネスロジックは Visual Basic あるいはVisual C のいずれでも記述されるだろう。このツールは、スタンドアロンもしくは Visual Studio 2010、プロフェッショナル以上に含まれる形でインストールされる。2016年10月14日の時点で、Microsoft は新しいアプリケーション開発にLightswitchを推奨しなくなっている。2015年4月29日発表。通常の Visual Studio とは別の統合開発環境で、Windows、macOS、Linux に対応する。コードエディターが主要機能だが、リファクタリングやデバッグにも対応。無償提供。エレクトロンベースで実装されている。2016年4月14日に正式版となる 1.0 がリリースされた。2019年11月4日に発表された長期の開発プロジェクトや新機能の高速なプロトタイピング、あるいはプルリクエストのレビューのような短期のタスクに使用できるマネージド型のオンデマンド開発環境。Visual Studio Code、Visual Studio、またはブラウザーベースのエディターを使用して利用できる。ありがとうございます。